はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ストーカーシャドウオブチェルノブイリの続きをプレイしていきたいと思います。前回は、プリピャチですねに入って、でドクターに言われたこのホテルの部屋ですねに着いたところで終わったんですけども、これで次はいよいよチェルノブイリですね、チェルノブイリに行くんですけども、せっかくなんで、ちょっとプリピャチ観光ですかね。スタッシュとか特に出てないんで、アイテム取れないかもしれないですけど、出た。なんかちょっと前にやってたあれを思い出しますね。チェルノブライト。観覧車、ね、ちょっと行きたいところがあるんですよね。ウェイスと体がぶっちょっ待て、死ぬ、待ってくれ。この辺からもなんか撃たれましたね。でもまずバカお前あの野郎違う。上に奴より上から撃てれば。ロシアの独特のこの道の細い、ロシアというかウクライナか、ソビエト連邦ですかね、ソ連時代。どこだ、あ、待って。あ、クラッシュ。
どいことするな。危ない。どうだ、俺の弾も当たったと思うんだけど。まだ結構残ってると思うんですよね。何かと戦ってる音がするな。あーすげえ、これちょっとなんか191な1986。なんかいいアングルないかな。そうこうしてると多分狙い撃ちされるんだよな、きっと。雰囲気倒してるかな、死体のマーク。あ、死んでる。で、ここのなんか運動場みたいなとこに行くとチェルノブイリに入っちゃうんで、行きたいところがあって、ここかな。あー頑張れ、危ない危ない。ちょっと待って、ちょっとクラッシュ多いですね。
いやー、いているな。ぶん殴られた。あ、君じゃないか。近く。これもいいですよね。GP37。これなんか、ストーカーかな。あ、俺向こうから倒したやつだ、これ。ちょっと状態が。こっち側にも。中立の人やられたな。
トランチャーの音が聞こえるんだけど。いやなんかすごいカクつく。したね。あしくなってる。一応倒した方がいいかな。バカモン。ああ、止まる、また。頑張れ。ああ。ちょっと、処理が厳しいのかな。このレディオフォビア2は、32ビットエンジンで、動いてるんですけど、多分これ本来32ビット、そうだと厳しいと思うんですよね、このモッドは。で、このレディオフォビア2を作ってる人が、今、レディオフォビア3を作ってるんですけども、それは64ビットエンジンみたいなので、こういうクラッシュとかはなくなると思うんですけどね。そんなにいたの？
うわ、頭一発死なないのか。武器落とした。あれ。いました。ビンター、カロン、カロンですね。これが、まあ、小説あるんですけど、スカーじゃないかっていう。説があるんですよね。クリアスカイ。ストーカークリアスカイの主人公のスカーが、1年前にここに来て、で、まぁいろいろあって、あの後、モノリスに捕まって、カロンとして、生かされてるというか、っていう説とか、あとこの人が、まあ、そのスカーの戦利品の、このビンタを奪ったとか、なんかいろいろ説があるみたいですけど、この人だけ特別なんですよね、やっぱり。別に普通のビンターなんですけど、一回戻ってこれ修理して、これ担いでいきたいですね。まあいろいろあって、まあ、これがスカーなんだとしたら、いろいろあった中ですからね。で、なんかね、何かのモッドによっては、この人とクエストを受けれるモッドもあるんですかね。めちゃ歩ける。
もう一回出てきてもいいですよね。スカー。実は、こういう感じで、なってて、そっからまたこう、蘇るというか、その、記憶を取り戻してみたいな、マークド1じゃないけど、3作品の中で一番見た目は屈強な感じですけどね、主人公の中では。あ、暗くなってきた。さっきの中立の人は、あ、上かな。はい、そうですね。では次回はついにチェルノブイリですね。チェルノブイリに入ると戻ってこれないのかな。ここに入っちゃうと、ここは大丈夫か、まだ。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。